はい、どうもダークネスローズです。こんばんは。今日もまあ例のごとく、もうここ3日ぐらいずっとそうやけど、日付変わってすぐ0時になってすぐだから、7月29かなになってすぐにラジオを撮ってます。はい、だから何って話なんやけどね。今日は、配信の方でも、まあ、夕方のね、配信の方でも、ちらっと言ったんやけど、まあ、これ、YouTube の方だけ見てる人には分からないことやけど、まあ、言ったんやけど、アーカイブもあるんやけど、うん。ゆっくりのね、茶番の編集を、昨日の夕方から引き続いて、1本、2本、3本、3本。上げた3本ね、第11話まで、東方、うん、多元塾の第11話まで、アップすることができました。今日頑張ったなみたいなコメントもついてたりとかねしてたんやけど、うん、まあ今日は確かにが今日じゃないごめん昨日は確かに頑張った、うん、頑張ったっていうより、そこのコメントの返事でも言ったんやけど、明日明後日し明後日ぐらいがちょっと忙しいんよね俺が。なんで、まあ、ゆっくりの編集もできるんよ。時間は、それぐらいの時間は十分あるんやけど、ただ、上げれても1本ね。1日1本はちょっときついかもしれん。1日置きぐらいで1本みたいな感じになるかもしれないから、まあ、ちょっと今日余裕があって、まあ、ちょっと、個人的なことやけど、俺もお休みだったし、仕事が。まあ、それも含めて、まあ、ちょっと時間的な余裕があったんで、でも気持ち的にも、まあ、いつもだるいだるいって言ってるけど、ちょっとマシなんで、昨日は。マシなんで、まあ、だからちょっと、頑張って話進めようかなっていう、ちょっとモチベーションがぐわーっと上がっててね。一気に3話まで、11話まで頑張らせてもらいました。はい。ほんで、実写動画は、準備は明日、明後日ぐらいにはするんだけど、で、撮影も多分それぐらいにするんかな、多分。だけど、それは編集のこともあるんで、必ずしもその当日にあげれるとは限らないんで、翌日とか翌々日とかになる可能性もあるんで、いつになるかちょっとまだはっきりしないけど、まあ7月終わりは無理やな、8月の頭ぐらいにはなんとかなると思う。2日3日とか、うん、それぐらいかなと思う、実写の動画はね。で、1本なのか2本なのか3本なのかはまだちょっと確定じゃない。とりあえず1本は確実にあげるんだけども、ただその、うん、0本ってことはないけど、ただその2本なる3本なるっていうのはちょっとはっきりわからないかな、まだ、うん、ちょっとそのネタによるんで、その俺の時間とかの問題じゃなくて、そのそれを取るだけのネタがあるのか、その2本も3本も取るネタがあるのかっていうちょっと問題点が出てくるんで、その辺はねちょっとその俺のモチベーションだけではどうにもならないんで、まあ、ネタ提供してくれる人がいれば全然撮らせてもらうんやけど、それについてただなかなかねそれも難しいんで、うん、そんな感じかな。で、まあ、ゆっくりはもちろんその忙しい時はちょっとね編集が遅れることもあるけど、まあ、少なくとも そこらのゆっくり茶番、まあ、ゆっくり茶番というかゆっくり茶番の人は結構早いんかな。でも、うん、ゆっくり実況とかゆっくり解説とかをやってる人よりは確実に早くボンボン上げられるんで、まあ、もちろんその人らみたいに内容が濃くないんで、まあ、俺の勝手なお話なんで、東方の話でもなく、そのゆっくりのお話でもなく、俺の作った勝手なお話なんで、二次創作なんで、まあね、俺のその頭にアイディアが出てくる限りはいくらでも投稿はできるんで、まあ今第4期のね東方多元塾を進めてるけど、まあこれが終わってもまだ続くとは思う。俺のアイデアが続く限りは、これ以上もうネタないなと思ったらやめる。で、やめるときはこれで最終章ですってなって、そっからまあゆっくりを撮るとしても、あれになるかな、短編みたいなのとかネタ小ネタみたいなやつになるのか、そういう感じになっていくんだと思うけど、でまたネタが湧いたらまた新しく新章とかって言ってやるんかな多分ね。うん、そんな感じになると思う。まあ、とりあえずね、8月頭ぐらいのタイムスケジュールはそんな感じかな。
まあ、だからなんで、まあ、特に最近結構10人20人ぐらい今月先月今月ぐらいでその登録者増えてるんで、あの実写の動画をまだ見たことない人もいると思うよね。あのまあまあ過去のやつは見てるかもしれないけど、新しいのはまだ見てない人が多いから、特に今月登録してくれた人に関して言えば、そのね、新しいのまだ見てないと思うんで、よかったらね、楽しみにしてもらえたらいいなと思うんやけどね。はい、まあ、そんな感じで、正直それ以外に、連絡事項的なものは特にないんで、で話さな、なんか話したい事柄とかニュースとかそんなんもないんよね、特に。まあなんか今オリンピックはね、なんやかんや言いながら盛り上がってるみたいなところがある。これ余談よ、こっから先ちょっと余談で話させてもらうけど、なんやかんや盛り上がってるやんか。なんかその始める前はああやこうや文句言ってたけど、まあ俺正直そんな興味はないんよ、はっきり言うて。なんかあのオリンピック推進派みたいなことを語ってたやんか、そのアンチしてるやつなんなのみたいなこと言ってたけど、それはその国としてとか、その実際その選手のことを考えてとかっていう意味で俺は言ってるだけで、その別に俺は視聴者としては興味ないんよ、オリンピックに。そのわーってなってる人がいるけど、俺全然興味ないんよ正直今までも全然なかったし、今までのオリンピックもね全然興味なかったんで、興味はないんだけど、ただその国の一大行事だし、まあ国の一大行事とかって言うからまたややこしくなるんやけど、国のではないんやけどね、厳密には。だけどまあ今度日本でね、あの開催するっていうのも経済効果もあるし、まあいろんなね複雑な事情が関わってくるんで、それをね、なんか何も知らない一般人がね、そのあのやめろやめろとか、なんでこんな時にとか、あのコロナ脳のバカみたいなやつらがさ言ってんのはどうかと思うなっていう意味で苦言を呈してただけで、そうオリンピックやってほしいっていうあのメンタルではないよね、俺は全然。だから今も全然見てないしな、正直。まあたまにネットニュースとかでその情報は見るけど、その程度やね。はい、まあそんな感じかな。俺が今語れるニュースはそれぐらいかな。他に特にないもんね。まあなんやかんやその芸能ニュースとかポンポン出てくるけど、正直その大したことでもないんで大したことじゃないのに騒いでる人がいるっていうのは事実やけど、実際大したことは特に起こってないんで、まあそんな感じかな。はい、はい、ダークネスローズでした。バーイ、お疲れ。